はいどうも、はいどうも、はいどうも、この激動の時代、三浦りんご兄さんのことをね、あんまり知らない人なんだけど、安倍さんが撃たれた時、この政治討論番組みたいな感じの番組で、なんか司会のようなことをやってたので、そこそこすごい人だなと思うんですよ。で、その生放送に社民党の福島みずほが来て、出てきて、放送でだけど、で、安倍さんが撃たれてっていうのが出てきて、ちょっとね、話がそれなそうなんですけど、戻すと、その人が、統一教会には中立っていうスタンスだったらしいんだけど、読んでた新聞がワシントンタイムズっていうのが昨日バレまして、なんだこいつ統一教会の信者じゃんみたいな感じの勢いになっててっていうね、その盛り上がりがあるのでね、どう盛り上がっていくのかちょっと個人的には、体験したいなと思っております。以上です。